どうも、じーくんです。じーくん、はい、今日はどこに来ましたか？今日はですね、ノンホイパークのナイトズーに来ました。おー、やったー。はい、来ました。夏ですね。はい、ついにね、また来ました。もはい、来ることができました。はい、もうね、だいぶ暗くなってきてますからね、夕方のこの感じ、いいですね、夏のこの感じは。はい、夏を感じてます。じーくん、はい、ノンホイパークのナイトズーの魅力を教えてください。はい、ナイトズーはですね、やっぱり普段見ることができないね、ちょっと夜の動物の姿とか、あとですね、飼育員さんたちの解説もね、いろいろとありますので、そういったところもね、今日は紹介したいと思ってます。いいですね。はい、早速行きましょう。行きましょう。はい、夏を楽しむぞ。ゴー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 。ナイトズー限定の飼育ガイドの詳細はこんな感じです。今回はアジアゾウ、キリン、カバ、ライオンの飼育ガイドを一部取ってきたのでご紹介したいと思います。その他にも気になる動物やナイトズー限定のイベントも取ってきたので、ぜひ最後までご覧ください。まずはアジアゾウです。こちらはオスゾウのドローナです。楽しそうに筋トレ？ダンス？をしている姿を見せてくれました。ドローナ、とっても楽しそうですねご飯タイムが始まりました。向かって左からドローナ、ババアにチャンパカです。ナイトズーのガイドでは普段のご飯タイムの時より近くで見れるのがいいですね。うん、そうですよね。どんな風にご飯を食べているか間近でじっくり観察することができますよね。うん、時々ご飯を取り合いしてるのが微笑ましいですね確かにでは次はアフリカエリアのキリンです。少し日が落ちてきて雰囲気が出てきましたね。ねえ、綺麗ですよね。午後7時頃に行くとちょうど日も落ちてきて雰囲気も出ますし、キリンのご飯タイムを見れるので、この時間を狙っていくのがおすすめです。アフリカエリアにはエランドやシマウマもいます。アフリカエリア雰囲気があって最高ですね。次はカバです。ちょうどプールから上がって建物の中へ入っていくところでした。普段は外の放出場でガイドをしているみたいですが、今日は建物の中でガイドをするとのことで、ご飯を食べているところを見ることができました。次はペンギンです。暖かいところに住んでいるペンギンは外の水槽にいてライトアップされています。気持ちよさそうに泳いでますね。寒いところに住んでいるペンギンは建物の中の水槽にいます。ナイトズーの時間帯は普段なかなか見れないペンギンが寝ている姿を見ることができますよ。ペンギンってこんな風に横になってなんかグデーンとした姿で寝るんですね。めっちゃ可愛いめっちゃ可愛かったですねそれ以外にも立ちながら寝ている可愛いペンギンもいます。本当だ、こっちも可愛い。さあ次はライオンです。わー、夜のライオンいいですね。ナイトズーに来たって感じがしますね。今回はメスライオンのシルクのご飯タイムを見ることができました。おー、こんなに近くで見れるんですね。迫力満点だ、すごい。夜のライオンは迫力満点なのでおすすめですよ。ぜひご飯タイムを狙って見に行ってみてください。そしてノンホイパークのナイトズーといえば屋台も外せません。たくさんの種類の屋台がずらーっと並んでいます。定番の焼きそばやロングポテト、唐揚げ、かき氷、韓国料理など本当にたくさんの屋台がありましたよね。どれを食べるかめっちゃ悩みました。で、悩みに悩んで決めたのがこちらの大分唐揚げです。味が濃いめでジューシーで美味しかったですよね。美味しいですか？はい、大分唐揚げ買いました。美味しいですか？美味しいですよ。はい、いただきます暑い夏に唐揚げ最高ですね。うん、車で来てなかったらビールですね、絶対ね。そうですね、うん、やっぱビールが最高ですよね。いいな。うん、今からノンホイパークナイトミュージアムに行っていきたいと思いますこのライトを使って夜のミュージアムを探検していきたいと思います。薄暗くなっている博物館の中をライトを片手に探索していきます。
いやーこれは最高でしたよね。こんな体験ができるのはノンホイパークだけですよね。うん、確かに確かに、子供だけじゃなくて大人も楽しめる最高のイベントですよね。いやー楽しかった。かくれんぼみたいにこんな遊びもしちゃいましたいや普通に怖いですホラーだホラー。いやホラーですねこれはね確かに。そしてティラノサウルスやトリケラトプスもいましたよ。これは迫力ありましたよね。すごいかっこいい。植物園もナイトズー開催期間中はナイトジャングルになっています。光と音で演出されたジャングルは非日常感を味わえましたよね。夜の遊園地も雰囲気があっておすすめです。ナイトズー開催期間中は全部で9種類の乗り物がなんと無料で乗り放題です。無料で乗り放題最高ですね。はい、では今回の動画は以上です。いかがだったでしょうか。夏にしか楽しめないナイトズーに行ってぜひ最高の夏の思い出を作ってみてはいかがでしょうか。ノンホイパークのナイトズーは8月の金土日祝日と9月も金土日祝日で開催していて、まだまだ楽しめるのでぜひ遊びに行ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。